何かあるかしら、見せてちょうだい。今画面が今画面が先頭のあのなんだろう、一気にその前にバーってくる描写あるじゃん。あんな感じでお姉ちゃんが出てきたんだけど、前にバーってくる描写、あー説明がしづらい、説明がしづらい。あの RPG とかでさ、その戦闘モーションになるときにさ、その画面がブワーって変わるやつあるじゃん。あーなんとなく、あんな感じでそのお姉ちゃんが出てきた。完全に戦闘、完全に戦闘だった今の。怖っ。さてと、どうしようかな。やっぱセメントだよな、セメントだよな、まあ、セメントだよな、今セメントがな、セメントがな、セメントを。じゃあ、私が読んである本と。倉庫になかった人。いや、あの、セメントと、セメントとっていうか、その、セメントをね、物にするのに、その、粉のセメントと、砂利と、石が必要なんですよ。石がないのか。で、うちには砂利がいっぱいあるんですけど、石が、全然ないもんで。なるほど。ちょっとこの壁を作るのに、足りないと。あ、いろいろと。そっちの石。そうです。まあでも、穴掘ってりゃ手に入るね、石は。うん。素材をゲットする過程で手に入るんで全然いいんですけど、あー終わった。息入んない。終わったー、ちょっと待って。じゃない方。そうですね。そうです。結局探索も必要か。じゃあちょっと簡易的に、何の探索？探索というよりはもう完全に物資回収ですね。何の回収？石です。石？石。石砕き。だからドリルが欲しいとずーっと言ってるっていうね。ああ、ドリルね。そうなんですよ、ドリルなんですよ。で、まあ、うち、確かね、入れとくね、体調いろいろ。もったいないことをちょっとしてるんだよね、ここで。手に入ってるんですけど、セメント。石をね、かまどにぶち込んじゃってんだよね、6000個ほど。あ。もったいないことしてる。じゃあ私は旅立ってきますよ、また。いってらっしゃい。じゃあノアさんが持ってきてくれたやつ見ますね。おはようございます。おはようございました。読んでないのがね、これ結構あると思うよ。採掘の匠、なんだこれ、コーヒーって、何これ。鉱山労働者はコーヒーに目がありません。コーヒーで目が冴えているとあらゆる鉱石の採掘量が 10% アップするって言うんで、できたけど、これ何これ何それ、これやべえな、これ。え？そうですよ。コーヒー飲んでると 10% 上がるんですよ、多分。これ今欲しいんだけど、それ。これ、みやぞん、これ手に入れるべきだよ。あとは、ショットガンメシア。シコショット。シシショットだ。何言ってんすか？シシショットね。危険を、承知でかかってこい。3メートル圏内のターゲットなら、高確率でバラバラにできる。あ、これもらおう。やっぱショットガン面白いものいっぱいありました。ねえ。あとは、あ、コーヒー作れる。コーヒーレシピ。あとは、AK は僕が読むより他の人がいいんだよな。マックスマンライフルもありますよ。マックスマンはこの前手に入れて読んじゃったんだよね。ショットガン、ソードショットガンの改造パーツ。で、紫色のやつは私もらいます。で、スタンバトン紫色にしちゃう。自然一戦。できたかな、できたかにゃ、できたにゃ、オッケー。隊長が今ヘビーアーマー装備してるんでしたっけ。ヘビーアーマー系かな、予期せずしてヘビーアーマー系になってますね。じゃあ、スワットのレベル6、取ってくるか。ありがとう。おかげさまで私のキル数がどんどん伸びてるから。あ
ありがとう。ああ、いいな。あ、でも、素材が圧倒的に足んねえな。どうしたんだい、メイドン。裏世界が見える。裏世界が見える。ダメだよ、それは。あ、裏世界が、次元の狭間に行く。それ大丈夫？帰ってこれる？危ない、危ない、危ない。あー、やっちまった！バカ野郎！捨てた？違う。ちょっと貴重な素材で作った建築物を余計なところに置いてしまったんですよね。あ。しかも鉄門だから壊すのにちょっと時間がかかるっていう。ああ。あはは、やっちゃった。もう置いとくしかない。あはは、やっちゃった。置いとくしかない。俺はですね、万が一敵がその四方から攻めてきても分かるように、ちょっとね、そういうやつにしようかなと思って、やってみたんだけど。ああ、俺手伝いって感じ。でもこれやろうとしたら、素材が鬼のようにいるな。オッケー。ああ、あとでミヤドン帰ってきてもらったら、これぶっ壊してもらわないと。当面帰らない。でしょうね。うちもちょっとこれ頑張ってますんで。私も当面帰ってこない。みんな頑張って。私もちょっとね。帰るかも。え、帰る？修理する。なんで修理キット持ち歩いてないのか、あなたは。ああ、持ち歩いてないですよ。持ち歩きなさいよ。必須だよ、あれは。もういいや。コーヒー飲もう。よいしょ、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 オッケー。パソコン自販機なんか売ってないから。もう惜しみなくコーヒーを。いいよ。あれ、なに、取りに来た？え？え？え？どうした？え？設計図読んだ？いや。読んでないよね。いや、これ読まないと意味ないよ。うちにあるよ。うちにあるのね。うちにあるのよ。帰れない。そうか。今、地下から脱出しようと。あ、ミヤドン、鋼鉄ツルハシがいいか。え？あ、確かにそう。鋼鉄ツルハシの4がある。4！ あ、それは欲しい。鋼鉄の 4！ あ、もう一個、もう一個もらった。なんなら2つ待って、待って待って、これね、多分ね、隊長嬉しいんじゃないかな。多分これ建築用だよな、多分。どれ、なん、どれ、ああ。何？あ、何？惜しい。何？オーガとか、うん、チェーンソーではないんですけど、うん、衝撃ドライバーっていうのがあって、うん。レンチの、うん。レンチの電動バージョン。うんああ、はい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 。お、ゲットしました。あ、マジで？ 6 です。6？ あ、特別な仕事あるか。おう、お？ということは5じゃん。うん、もう5。もう5じゃん。もう5だった。じゃあ5は開通しときますね、とりあえず。あ、よう、よろしく。こっちちょっとね、どうしようかな。こっから 3.2 キロって書いてあるんだよ。3.2 キロ。どの方向？あっち？はい、これ。これ。これ。よし。電動ドリル、俺ちょっとちょこちょこ使います。どうぞ。ツルハシ欲しいな。ちょっとガソリンを解体するために。電動ドリルってあれだよね、見た目がその、電動ドリルです。電動ドリルです。確かに。見た目電動ドリルです。6はやべえね、えぐいね。あって思っちゃったもん。あ、6来たみたいな。うん、しかも2個目の選択肢できたから。あ、やっぱさー、クエストをやるべきだよなー。そういうのを考えると、やっぱり。まあ、アイテム欲しかったらね。あ、みやど、ついでにちょっと物資を置いててもらえると。うん、はい。これでティア5開通でございます。早っ！ちょっと待って。うん、うち全然進められてないんだけど。とりあえず、ノアさんも後。うん、これでここのミッションは終了だよ。あ、ミヤド、石とかって持ってる？待ってます。あ、あそこに車あった。石オブだぜー。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ツイッターでいろんな情報を発信していますので、そちらのフォローもぜひお願いします。あと何に自作で LINE スタンプも作ってますので、よかったらぜひ使ってみてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。噛んだ。